ワン、ツー、スリー、フォー。安いのミュージックもらい、ほら聞かせてよ、ダダダダ。はい、どうもこんばんは、安井でございます。いやーね、買ってきました。じゃーん。今日ですね、ツタヤに行って本見てたんですよ。そしたらホビーのところに、まあ、おもちゃの本とかあるんですけど、そこにこのタミヤの本があって、パッて目について見たら、付録がさ、このタミヤのさ、マークがついたポシェットが付録としてついてるやつ見つけちゃいました。何日か前にモブのなんかリュックあるじゃないですか、それの動画アップさせてもらったと思うんですけど、付録がやっぱりすごいなと思って、で今回もパッて見についた時に、また付録系のやつかと思ったんだけど、でもこのタミヤのやつはすっごい可愛くて、ちょっとほんと使いたいなと思ったんで、絶対これ買うと思ってね、買いました。ラスト1個でした。でちなみにね、販売開始したのが去年の10月末とかそれぐらいから開始してるそうですね。今回も本はちょろちょろっとあるだけの、まあ、カタログ的なやつですよね。それにプラスでこのポシェットがついてると、気になるじゃないですか。見ていきましょうよね。じゃあこれ開けていきますよ。よいしょ、よいしょ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 。箱の中から箱が出てきますね、これね。でハサミがね、ちょっと待って、ないね。よし、ビリッとね、ちょっと雑ですが開けますよ。じゃあ開けていきます、せーの、じゃじゃじゃーん、出たー。これ入ってますね、やっぱりね、食べちゃダメなやつ。見てください、このデザイン。いや、いいねこれ、よくない？サイズ的にはね、僕の顔と並べると顔がでかいからや。まあそんな話はいいんですよ。でちゃんとこれね、紐がついてて、こう首からかけれるよっていう感じ、こんな感じ、あ、隠れちゃった、こんな感じですね。あ、紐もね、ちょっと可愛い、これちょっと凝ってるみたいな、そんな感じ。もちろん2つついてますね。ほんでね、取っ手がちゃんとついてるからですね、とってもいいね。はい、じゃあ開けますね。じゃじゃじゃーん、せーの、ガバッと。うわ、中が黄色なんだ、こんな色か。え、このさ、ツートンはいいね。このイエローにこの紺というかね、ちょっとクラシックな、そんな色合いです。お、これね、いい。これさ、ガバッとこういう風に開くからさ、物が入れやすいというか、すごいね。で、あと中にね、もう一つこういう感じで物が入れれるやつがついてると、そういう感じですね。これはね、すごい使い勝手良さそう。ちょっと何入れよっか。ね、まずはまあこういう三脚とかさ、まあ、入るね、全然入るね。と、まあ、カメラとかでしょ。あと何入れよう。なんかあのカメラのくるくる回る台でしょ。あと何いるって言ったら、この三脚はちょっと無理かな。いけるかな。なんとか入りそう。あ、入るね。なんとか入る入る。あ、入ったね。あ、こんな感じで、ちょっとガジェットポーチとしても良さそう。で、これ閉めて、やーっと閉めれば OK か。まだもうちょっと入るけどね。まあ余裕持たせて、こんな感じ。はい、出来上がり。いいじゃん。で、裏は何もないです。これいいじゃん。で、紐もちゃんと長さもね、調節できるようになってるし。で、このプリントが、なんか結構しっかりしてるというか、ポロポロ剥げそうにないような、そんな、その仕上がり？プリントのやり方ですね。これかわいい。でさ、この色だから、結構何にでも合わせれるなみたいな。ちょっとタミヤってことで、子供っぽさを出すんだけど、あえてこう、ちょっと大人びた服装の中にこのポシェットぶち込むと。外しでね、入れるみたいな。そういう感じも良さそうね。で、これ、こんな感じになります。あ、いい。これはいいよ、ほんと。で、なんかさ、あのカラーが2つあって、これがなんかクラシックモデルで、そのツタヤで限定の発売してるやつらしいのよね。で、もう1個がベースが黒で、ちゃんとこのタミヤの赤と青のやつがバラってこうなってるやつ、それも売ってたんですよ。それはね、ネットとかでも買えるから、商品の URL は下の説明文に貼り付けておくんですけど、どっちも良かったね。実際のところ結構迷ったんですよ。で、ツタヤ限定ってことで僕はこっちを買ったんだけど、そっちの色の別カラーの方もちょっと欲しいなと思ってるんですよ、ガチで。いや、これいいよ。やっぱり付録だからさ、お値段それなりでちょっとチャチいのかなと思ったんだけど、そんなことなくて、結構しっかり使えるような感じかなと思います。で、やっぱりね、この使いやすさがすごいいい。あの、こうバカッと開けるから、すごくね、あの物も取り出しやすいし、見やすいし。で、カメラとか持ち運ぶ人とかは、この中にさ、入れるこのカメラのこう分けるクッションがついてるやつとか入れたらさ、もうちょうどいい感じになりそうだし。ああ、いいねこれ。いいいい言ってるけどさ、すごい多分使いやすいと思うよこれ。まあ、そんな感じで購入品の紹介だったんですけど、これね、2000円ぐらいで買えるから、かなりおすすめですよ。皆さんぜひこの商品チェックしてみてください。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。バイバーイ。
っかい出来上がる。いいじゃん。裏はなんもない。これいいじゃん。で、紐もちゃんと長さも調節できるようになってるし、このプリントがなんか結構しっかりしてるというか、コロコロはげそうにないような、そんなこの仕上がり、プリントのやり方です。これかわいい。でさ、この色だから結構何にでも合わせれる。